皆さん、こんにちは。予算2万円でバス用のリールを買いたいと思ってるんですが、19ストラディックと20のバーンフォード。新しいバーンフォードじゃなくてってことだったらあんま変わんないな。バーンフォード、こないだ、特価で打ち出しましたよ、古いの。もうないです。売り切れました。はい。えー、新しいストラディックとバーンフォードだったら、えー 今回のバンフォードはいいと思います。はい。まあ、値段もち,ち、ょっと高いからね。今度は2万か3万ぐらいのやつ、バンフォードとかいいんじゃないうん。C5000 番まであるよ。はい。スピンニングリール2万円ぐらいで、おかっぱりの、えー、おかっぱりのバスからシーバスに使いたいんですが、おすすめのリール何になりますか ?2 万円ぐらいバスからシーバスストラディックうん。 はい。完ー療でセラとツインパワーの次におすすめはバンフォードでいいんじゃないバンフォード C2000。ね。3万円以下のスピニングリールで一番取るのはどれですか ?3 万円以下のスピニングリールで一番取るのは、えー、江戸荒川のオカっパリシーバス10から35ランの新編あんまり低い変わらないですよ。ね、えー。普通に使うんだったらツインパワーでいいんじゃないですはい。あ三3万円いいかね。3万円いいか。 まあそれだったらバーンフォードあといいんでいいんじゃないの、えー、バーンフォードはどう思いますかバーンフォードどうも思わないよ。えー、なんだっけえっ、ー、と、ストラディックのね、CI-4 名前変えただけ。えー、名前変えただけ、まあ。まあ一応それの新製品ってことだよね。うん、全然、中級級機種っていう感じ、えー。中の中って感じですね、えー。バーンフォードはバンキッシュに匹敵する良いリールですか バンキッシュに匹敵する。匹敵はしないな。バンフォードの C3000 は、ない。今売り切れてる。はい。あ、こないだタラちゃんが買った。タラちゃん買ったので、最後でした。バンフォードはイタコツリングセンターでいくらで販売してますかそうね、あんまり金額のこと言えない。他のツリングさんも見てるからね。えーえー、そんな安い。<laughs> 村さん、新型のバンフォードを評価してください。バンフォードはバンフォードだからね。っていう程度ですよ。はい。えー、ツインパワーンがいいと思うんですよ。まずツインパーのがいいよね。それ比べちゃかわいそうだ。はい。えー、ただ軽いリールが好きだっていう人がいますから、いつも言いますが。 ねえー、バンキッシュみたいな軽いバンキッシュバンフォードみたいな軽い色が好きだっていう人はそれ,でそれはそれでいいと思いますよ。はい、バンフォード今回何点ですかって点数はつけられないなちょっと良くなったかなと思いますけどね、はいえー、俺には分からないバンフォード。 はい。えーえー、完璧してるんですか新品の19ストラディックは何年ものステラと同じぐらいの性能ですかうん、基本的にはですね、ステラっていうのはなんだかんだ言って腐ってもステラ。えー、ボディがナイスバディなんですよ。ね。そうね。01までは戻んないな。巻いた感じとすると、18、14、10ステラ。3つ前。3つ前。 4つ前かその辺ですね。